皆さんこんにちは。プラスリポルキンザ料理長星野照彦です。この料理教室では、普段僕たちがレストランでやっている料理をなるべくそのまま、再現したいと思っています。これを見ながら、皆さんにですね、とって、何か参考になれば嬉しいと思います。それではやっていきましょう。では牛ほほの赤ワイン煮込みの2日目ですね。昨日最後氷にガシャンってやって冷蔵庫閉まって、一晩経って今出してきたとこのように固まります、ね、完全に固まります。上に白くなってるのは、油の部分ですね。これを、一つ取り出しましょう。よいしょ、こんな感じになっています。それから、こっちのソースの部分ですね、これをソースに、仕上げていきます。ただ今日はこれ全部使わないので、ソースの部分、ソースにする分だけ、取ってみたいと思います。でまだまだ、薄いんです。このソース薄いというか完成されてないので薄っぺらいというのかな、全然まだソースにはなってない赤ワインで煮込んだだけの状態ですね。はい、これを火にかけていきます。でおよそ半分になるぐらいまでぐっと煮詰めていきますですね。じゃがいものピューレを今日作りたいと思います。以前にも一度動画で出したことあるんですけども、この牛ほほの赤ワイン煮込みもとっても相性がいいので今日これを付け合わせに作りたいと思います。鍋に、洗ったじゃがいもですね、皮付きのまま入れてもらってここにお水を注ぎます。お水を、鍋にお水を張ってください。じゃがいもより上ですね、しっかりとじゃがいもを使っている状態の水で、これを火にかけます。そしてしっかりと沸かして、20分ぐらいですかね、20分から30分ぐらい沸いた状態で、じゃがいもに火を入れていきます。それから今日使うのは、インゲンですね、アリコベールと思いますけど、これを付け合わせに使います。でとってもシンプルです。じゃがいもと牛ほほ肉とインゲン、これだけで、お皿に盛り付けたいと思います。でこっちのところは特に掃除しなくていいので、この付け根のところですね、ここだけ、掃除をしておいてください。はい、これだけで大丈夫です。あとは、盛り付ける直前に湯がいて、盛り付けていきます。はい、じゃあこの牛ほほ肉のこれをどうするかですよね。これはですか、今しっかりと、ソースがくっついてますので、これはまあ取っていくと、これもちろんソースになります。では1人前に切りますね。この場合だと、この場合4等分に切ります。いいですか、ここで行きましょうかね。ここでこう行きましょう。でこれ1人前、
でちょんちょんと切って、4名分ぐらいのですね、今はこれだけ使っていきましょうかね。じゃこれはここに置いておきます。ここですね。いいですか。そしたら、牛ほほの今赤ワインを、半分ぐらいまで詰めました。ぐーって煮詰まってきました。そうすると、まあ、濃度は出ないです。濃度は出ないんですけど、詰まってこう色がしっかりはっきり出てきますね。おいしい。でまだ塩してないんですよ。ここで塩を入れることで、下の、下の人間の舌ですね、舌に感じる味がよく分かるようになります。おいしい。もう少しします。でこの今から僕が作る赤ワインにはもうバターとか乳製品は一切使わないので、とってもクリアに仕上がります。クリアっていうのはとってもこう、綺麗な味になります。濁った味ではなくて綺麗な味に仕上げます。ここに、濃度はコーンスターチを使って濃度をつけます。たくさんつけるわけではなくて、ほんの少しだけ濃度をつけていきます。ほんの少しだけ濃度をつけます。そうするとほら、わかりますかね、味がまとまってきます。ただコーンスターチは入れすぎると一気に美味しくなくなるので気をつけてください。香りが閉じこまっちゃうので、濃度をつければつけるほど香りは閉じこまります。なのでコーンスターチを入れすぎは本当に気をつけてくださいね。ちょうどいいか手前ぐらいがいいです。最後の最後にもう完璧まで、濃度をつけるという分にはいいんですけど、最初から濃度を決めすぎちゃうと香りが閉じこまってしまって味が美味しくなくなってしまう恐れがあります。そしたら一度こします。ここには一番最初についていた玉ねぎとかセロリのミルポワが可能性、ついていることもありますし、肉の筋とかですね、もう残る可能性があります。少し残りますよね。で、グッとこすとここで綺麗なソースになります。はい、ここで味をもう一度決めます。すっごい美味しい。でここにですね、先ほど用意しておいた、牛ほほ、これまだ冷たいんでここを入れます。で今濃度は完璧に決めたわけじゃないですね、少し濃度入れただけなのでまだまだシャバいです。こういう状態、こういう状態ですね。でここでこのソースをもう一度牛ほほに含ませながら、温めていきます。このソースの中で温め直す、そういうイメージですね。そしてもう少し詰めていきます。で詰め終わった時と、ソースが絡んでしっかり牛ほほが熱々になった時がぴったり完成になります。で詰まるってことはもう少し濃度が出ます。はい、ではここで、蓋をして味を含ませていきます。その横で芋が火が入ってきますね。こうスッと火が入れば、スッと針が刺されば OK です。もう刺さりますよね。よし、そしたら、これをこしていきます。そしたらいいですか。そしたら芋に火が入ったので、これは熱々の状態でこしていきます。こすっていうのはこう潰していきます。用意するのはこちらにタミゼといってこういうものですね。タミゼ用意してください。で芋ピューのやり方もう一度教えますね。教えるというかこんなやり方もありますというやり方ですね。ラップを敷いちゃうんですね。これが全てではないですよ。ただこんなやり方もあるというふうに、見といてくれればいいです。そしたら、滑るので下に布巾を1枚敷いて、
キベラ用意してください。そして芋ですね、もう熱い、本当に熱い、100度の芋です。これを、皮を剥きます。本当に熱いですよ、本当に熱いので、熱い場合は、まあ、こういう紙一枚持って、芋の皮をまず剥いてください。まあ、芋は2個しかやらないのですごい楽ですけどね。これいっぱいやるときも同様です。そしたら半割りします。なぜかというと、これもしかしたら腐ってる可能性があるんですよ。で、腐ってないの確認したら一撃で落とします。一撃で、一撃で落とします。触りすぎないことが大事ですね。絶対に一発で落としてください。もう一個いきますよ。熱いので、熱いですね。で、熱いうちにこさないと粘りが出て美味しくないんです。芋ピューは、芋のピューレにするときはね。なので本当に熱いうちにこしてください。こしたら一度半割りして、真ん中腐ってない。そしたら触ったところは必ず落とす、触ったところは必ず落とす。ゆっくりでもいいのでしっかり落としきってください。こうやって落としきる。そしたら、ラップを剥がすと、ここに全部落ちてますよね。もちろんこの、後ろについたやつも全部使います。そしてこれを鍋に入れます。で、この熱いうちにバターをたっぷりと入れていきます。はい、3対1ぐらい入れます。そして火にかけます。で、この状態だとちょっと当たりやすいので、少しお湯または水を少し入れて、熱いうちにバターをじゃがいもの中に入れ込んでください。はい、こんな感じで混ぜていきます。最初にしっかりですね、油脂分をじゃがいもの中に合わせるってことがとっても重要になってきます。油脂分が入ると粘りが出にくくなるんですよね。なのでしっかりとまず油脂分を、芋に絡めていきます。その後塩、牛乳や生クリームなどを入れて味を整えていきます。まずはバターと芋をしっかり合わせます。そうするとこういう、つやつやのじゃがいもになります。そしてここに、塩を少しと生クリーム、あとは水も入れます。牛乳でもいいですよ。牛乳でもいいですし、生クリームだけでもいいですし、もっとバター入れてもいいです。なんですけど、水を入れる理由は、水も一つの味と捉えてください。水を入れれば入れるほど、透明感のある芋ピューに仕上がる。クリームを入れれば入れるほど重みのあるクリームに、芋ピューに仕上がる。で、どの料理に合うか、自分はどの料理が好きかっていうので、じゃがいもの濃度や味を決めてみてください。
僕はこのバターと生クリームと水、それから塩、これで味を決めることが多いです。はい、どうですか、ツヤツヤの滑らかな芋ピューが出来上がってきました。ちょっと味を見ます。こんな感じですね。美味しい。バターの風味がしっかりしていて、じゃがいもの甘みもあります。でこれがじゃがいもが、この今度赤ワインソースと一緒になるわけなんで、邪魔をしないで、なおかつ、料理を持ち上げる、そんなイメージで作ればいいと思いますね。こんな感じになります。はい、こっちは味が含んでいる牛ホホ肉がいます。で芋ピューがいます。そして最後インゲンを茹でます。お湯の中に塩ですね、塩は強めの塩、強め、ちょっとしょっぱいなって感じるくらいの塩加減ですね。ここにインゲンを入れて、4分ぐらい茹でます。そうすると少し柔らかくなり気味のインゲンなんですけど、それがこの料理にはぴったり合います。じゃあ4分待ってみます。そしたら、はい、今牛ホホがこんな感じになってるので、こうやって蓋を開けて、またこうソースを絡めてください。こうやってそうするとソースが絡まって、こうテカテカの牛ホホが見えますよね。テカテカになった牛ホホで、しっかりと中まで温まってる状態ですね。はい、では盛り付けに行きますので、これを一度出しておきます。でこのソースをもう一回味を決めます。そしたら今濃度がこれぐらいですね。ちょっとシャバいので、もう少しだけ濃度つけます。で見たら分かると思いますけど、さっきよりまたグッて煮詰まっていて、ほらツヤが出ますよね。でクリアっていうのは見た目にもすごくクリア、綺麗なソースになります。これは今回ソースにバターも生クリームを入れずに、クリアーに綺麗に仕上げたからですね。例えばここにキンキンに冷えたバターを入れてモンってすると、それもツヤツヤのソースにはなるんですけど、今回はそういう油脂分を、乳脂肪分をソースの方にはあえて入れずに、綺麗な味のまま仕上げたいと思います。で芋ピューの方にはしっかりと乳脂肪分がある、なので一緒に食べた時にしっかりとそのフランス料理らしい乳脂肪分を感じられますし、この牛ホホだけではクリアな綺麗な味の牛ホホ肉が食べられるというそんなお料理に仕立てたいと思います。はい、今こうですね、牛ホホ肉のソース、じゃがいものピューレ、そして牛ホホ肉の熱々のものですね。そしてこっちで、今インゲン豆が上がります。4分経ったので氷に落とします。一度氷に落としてすぐ揚げます。はい、色止めですね、色止めのために、落とします。そしたら、インゲンをこういう風に今日は裂いて使いたいと思います。こういう風に裂いて使います。はい、これで準備完了ですね。ではドレッシングの方いきます。はい、では最後盛り付けいきたいと思います。まずはじゃがいものピューレとソースですね。で牛ホホを一度ソースの中にもう一度入れます。この仕上がったソースですね、もう一度絡めて、最後絡めておきましょう。
これですね。そしたらじゃがいものピューレ、これをお皿の真ん中にたっぷりと敷きます。そしたらこの牛ほほ肉を真ん中に添えます。でこのソースもたっぷりとかけます。はい。そして、ミノネット、黒胡椒ですね、黒胡椒を潰したものがとてもよく合うので牛ほほ肉の上に添えて、先ほどの、インゲンですね、これ今味してないので少し塩をして味を整えたら、こんな風に、これで牛ほほ肉の、ブフブルギニョン完成となります。ボナペティ。調理法はフランス料理にいっぱいあるんですけども、それをこのレシピにですね、僕はこうだいぶ落とし込んで分かりやすいように書いて、そしてレクチャーしていこうと思ってます。せっかくこうレストランに来ていただいているので、僕らが普段やっているレストランの少し難しいテクニックとか、そんな技術もですね、お見せできればなと思うので、家でできる料理とちょっとできないけど見てみたいなっていう料理、そんなものを少しずつ織り交ぜながらですね、やっていきたいと思います。